はいこんばんは、ロ、えーえ、き今日から、えー、あ何人か見てくださっていますね、こんばんは。 皆さん今日はゲリラでお届けしています。えー、私本日デビューいたしましたミキ・ーローズ。はい。ということで、えー、本日ミキ・ーローズ先生のデビュー記念日となり今あのゲリラで配信をさせていただいております。えー、よろしかったら <laughs> あのメッセージをお寄せいただけるととっても嬉しく思います、えー、今日はちょっと初めての一人配信であの一、ー、<laughs> 人でベラベラおしゃべりをしたいと思いますので、えー、お付き合いいただければ嬉しいですはい、えー、早速あ村井さんお誕生日おめでとうございますメッセージしたつもりだけど勘違いだったらごめんなさい えー、<laughs> ありがとうございます、村井さん。Thank you、えー。村井さんがどこのお店に行ったら会えるんですかということで、さあ、どこのお店でしょうね。<laughs> お店の人になっている。はいえー、ということであの、そうなんですよ、実はですね、今日はあは私の。 誕生日私のあ友達の島田美樹さんのお誕生日でしてそしてあの私ミッキーローズのあの今日はデビュー記念日となります。はいあっ美咲心さん美樹さんということでこんばんは。あししのてんめいさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。thank you、えー あ、心さんもお誕生日おめでとうございますということでありがとうございますもうあの本当に皆さんからね今日たくさんメッセージをいただきましてもうすごい今日はもうあの今までの人生の中で一番ハッピー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 スデイとなりましたもう一番ハッピーな日だったと思います今日は本当にありがとうございます皆様はいでえー、っとですね 本日あの、このミッキーローズデビューしたんですけれども、えー、これから、まあ、ハピネスチャンネル島田美希さんがやっているハピネスチャンネルとはまた別で、えー、ミッキーローズのこの,あのライブをですねあのゲリラ配信をあの私、すっごい気まぐれなんですね気まぐれなのであの気が向いた時にちょいちょいあの入れていこうと思いますのであの暇な方お付き合いいただけたら嬉しいです。 でえー、とどういうことをするかと言いますと、えー、やっぱり私も皆様にあのハッピーをたくさんお届けしたいと思いますので,、えー、で私、実はあの英語の先生あの英語を友達にする専門家の,あの、まあ、ミッキー・ローズまたの名は島田ミッキーというんですけれどもあのなんか友達なのか別人なのかよく分かんなくなってきましたが。えーとで せっかくなのであのハッピーをお届けしつつあの皆さんにちょっと英語もねあのお伝えできればいいなということでちょっと私考えました何をしようかなと思ったんですけれどもあの <laughs> 水越先生 <laughs> 何この配信びっくり <laughs> すいません何の番組が始まったのかっていう感じですけれども足のノ汀さん素敵ですということで嬉しいです <laughs> ありがとうございます。 あのミッキーローーロズの今日日はデビュー記念日となりましたそれで、えー、皆様にですねあのハッピーをお届けしたいということで <laughs> ありがとうございます水越先生いつも以上に美女ということで今日はあのミッキーローズに扮してみましたのであのちょっとローズですね私の大好きなバラローズをあ,の <laughs> あしらっておりますが、えー、とあのそこのライブ配信はですね このオラクルカードって皆さんご存知ですかあの占いとか、ね、好きな方はあのこのカードを引かれる方も結構いらっしゃるかとは思うんですが、えー、これはですねオラクルカードいろんなタロットカードとかオラクルカードあるんですけれどもその中でもあのロマンスエンジェルということで愛のカードになります。で ここで私がこのカードを今からここでシャッ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 とシャッフルして出てきたカードにあの英語がね英語で全部書いてあるのであのここに書いている英語を皆さんと一緒にお勉強していきたいと思っています。えー、ちょっとねあのロマンスを感じながらあの楽しく英語を勉強できればと思います。えー あちなみにですね、そうそう、私、その前にちょっと1個大事なことを言うのを忘れていました。えー、先日ですね、あのユミパン先生っていう、弓パン TV をされている岡田由美香さんっていう、あの素敵なチャーミングな先生がパンのせパンの、パン教室の先生がいらっしゃるんですが、えー、そのユミパン先生の弓パン TV を見ていましたら、あの最後の弓パン大賞というものに当選しまして、あのピザの 生地を焼く材料をいただいたんですよで。 もう今日ねちょっと実はすごい忙しくってあの出来上がったのがもう10時ぐらいに <laughs> ついさっき出来上がったんですけどえっ、ー、とピザがすっごい美味しかったのでもうちょっと冷えちゃったのであれなんですけどちょっと少しもう食べ食べたしねしかも食べかけなんですがこんな感じであの弓パン先生私ピザを焼きましたもうちょっとね食べちゃって明日残りはまたいただきますがあのエビとかこれはなんだピーマンとかマッシュルームとか乗せて焼いてあのすごいさっきあったんです 熱々のピザはすごく美味しかったです。そして生地があのやっぱり美味しかったです。発酵させたピザの生地ですね。すごい美味しくいただきました。由美パン先生ありがとうございました。 あのいつか私もあのユミパン先生にしっかり教わってあのパンを焼くのをちょっとやってみたいと思います本当に今日は一人であのこね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 してこうやってすごく楽しくさせていただきましたありがとうございますはいということで早速ただいまよりあのカードを引いてみたいと思いますさあ皆さん何についてあの聞きたいですか、えー、別に私あの占い師ではないんですけれども。 <laughs> 占い師ではないんですけどもでもカード引くのが結構好きでよくメッセージをいただきます、えー、ではですねただいまからこの,あのロマンスエンジェルさんからカードの,あのメッセージをいただきたいと思います引いてみますあ <laughs> しゃっシャ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 ちょっと初めてのことですごく緊張しているんですがさあ何のカードが出てくるでしょうかシャリーンあ 出てきたカードがこちらですね見えますかね皆さん getting to know each other というカードが出てきましたじゃあもう一回一緒に読んでみたいと思います getting to know each other getting to know each other というあのカードですねえっと、getting to know each other はお互いまあ、each other がお互いという意味なんですけれども えっと、ここですね。ここ、Each Other というところですね。Each Other がお互いに No は知る。で、えっ、ー、と、Get to で、まあ、何々、まあ、なんていう、こうなる、知り合うようにな,なっていくっていう感じで、Getting to know each other というカードが出てきました。はい。ということで、うんと、 そうですねじゃあ,あの皆さんも一緒にこの「getting to know each other」というあのカードをです、ね、ちょっとあの読んでみたいと思いますがはいえっ、ー、とお互いをよく知るという意味ですねえっ、ー、とどうしようかな見えて私からがこうやったら反転して文字が見えにくいんだよなうーんとそうですねじゃあ今日はえっ、ー、と 1、まあ、ワンポイントであの一応下の,下の,文,の文章もいろいろ書いているのでちょっと読みながらあのどういう意味かっていうのをお伝えしたいと思いますね。皆さんも見えてますかね ?As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ということで、えーとまあ、本当の自分、As you reveal your innermost selves to each other, ということで自分自身の,あの深いところですね深いところをあの、えー、とあセルブ図なのでお互いですね二人のそれぞれの,あの深い本当の素の部分を見せ合えば、えー、your bond バンドっていうのはあのバンドですねあの絆になりますあのバンドっていうあのベルトみたいなバンドみたいなバンドバンドディープンスあの絆が深くなる といいう意味になりますはい、どうですか皆さん自分の,あの本当の姿をパートナーの方にちゃんと見せていますすかかどうですか、はい、ちゃんと見せればお互いの絆が深くなりますよというメッセージでした。はい参考になる方は参考にされてくださいはい。 ということでえ、本日のカード、getting to know each other というカードでした。はい。それでは、えー、えー、 あの明日ですね、ハピネスチャンネル、えー、本,あの本題の方ですね、私の,あの番組になります、FLTV ハピネスチャンネルというもの,もいうものをやっておりますあの。MC は島田美希さんがやっておりますが、えー、明日そちらの方の配信となります。そして、えー、と明日ですねあの、そのハピネスチャンネルの中で、えー、私あのちょっと、ちょっとした、あの お知らせというかあの皆さんにあの大きなお知らせをお届けしたいと思いますのでそちらの方もお楽しみに、えー、ゲストはですねロースイーツのクリエイターの後藤裕子さんという素敵な方がゲストであのいらっしゃいます、えー、もしかしたらもしかしたらというか一緒にあのケーキを作って作って途中から作るのかな作ってあの食べたりして。 あのレポートさせていただきたいと思います。私も明日ロースイーツが初体験になりますので、あのどんなスイーツなのかちょっと楽しみであります。はい、ありがとうございます。えー、最後に、えー、今日はあの私の誕生日でした。で、あの皆様がたくさんお祝いをしてくださって本当に今日はハッピーハッピーでしたので、あのこのハッピーの気持ちを歌で表現したいと思います。 ハッピーバースデートゥミー。聞いてください。ハッピーバースデートゥミー。ハッピーバースデートゥミー。ハッピーバースデイ、dear ミキ・ローズ。ハッピーバースデートゥミー。ということで、またあの気が向いたらそのうち出没しますのでよろしくお願いします。では、皆さん、今日は良い夢を見てお休みください。 Good night.